はい、こんにちは。ボートレース気流で解説をしてます、フレッシュルーキー関谷です。今日は新人の久保原選手に来てもらいました。久保原選手、どうぞ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はですね、はい、久保原選手についていろいろ聞きたいと思います。はい、まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、登録番号が5006番の群馬県伊勢崎市出身の久保原秀人と申します。よろしくお願いします。はい、年齢は？年齢は21歳。21歳ですね。はい、はい、ではね、11月に初出走しましたけど、はい、その時の感想をお願いします。初出走した時の感想はもう何も考えることできなくて、ただもう目の前のレースに必死に走ることで頭が精いっぱいで、もう、はい。6着でした？6着で。6着ですね。まあでも、はい、無事故で完走できたので、はい、もう走り終わった後はほっとしました。それは師匠から無事故で行けと言われたわけですかね？とりあえずはそうですね、無事故で走ることを。はい。はい、僕がね、初出走の時は、はい、結構、もう汗びっしょりになったんですけど、はい、11月でそんな感じになりました？はい、11月、桐生めちゃめちゃ寒いんですけど、もう全身から汗吹き出して、はい、もうインナー濡れてました。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、次はね、アピールポイント。はい。もう自分のこれだけは、はい、みんなに教えたいっていう感じありますかね、何か。そうですね、アピールポイントは、一周一マークの、旋回は、ちょっと自分は自信があって、今は1の1は回れるんですけど、逆にその後の道中がまだちょっと走れてないので、うん、練習をたくさんしたいと思ってます。そうですね、はい、もう練習あるのみですね。はい、はい、では次に目標としている選手、はい、誰でしょう？目標としている選手は師匠であるブス島誠選手が目標の選手です。うん、はい。で次はですね、将来の夢、将来の目標、はい、お願いします。将来の夢はそうですね、ブス島選手のような SG に毎回出れるような選手になりたいと思っています。はい、では目標というかですね、はい、まだ水準さえしてませんね。そうですね、はい、はい、初出走の説は、はい、最高何着でした？最高4着でした。4着ですね。はい、じゃあとりあえずまずは賞金3着以内ですね。はい、そうですね、とりあえず年に絡めるような走りができれば、はいはい、でね、で次に1着ですね。はい、はい、でまあ優出優勝、はい、でブス島選手ですね、最後はね。そうですね、はい、最終目標はそこで。はい、はい、わかりました。